おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カムイのヒュラです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信しておる番組でございます。よろしくお願いしま す。ということです。はい、そして今日が、はい、7月の3日です。入りましたね、7月入りましたね。いやもう僕ね、今年は俺7月来えへんと思ってた来ない来ないって7月なんか絶対来ないよって思ってたぐらい、この7月ってすごい好きですよね。ねえ、ね、もう本当にやるのかどうなんでしょうか。だってもうね、あの国会でも紛糾し、いろんなところでもやるややらんや、はいはい、ね、でも選手の皆さんはやる気で気持ち乗せてずっと、ねね、ずっとね、トレーニングしてるね、やってるわけですよ ね、はい、でほらあの陸上なんかでもね、はい、あのついに山形さん9秒出したりとか ね、うん、すごい、ね、盛り上がってるんですよ、そっちはそっちで。なんだけれども、どうなるんだこれみたいな状況になってるっていうのがね、はい、この2021年の7月の象徴なんやろうな、はい、でこれが7月が終わって17日間かが終わって、うん、8月入ったらどんな風に変わってるのかっていうのが ね、ちょっと本当に今の時点で全く分かりませんまあもちろんあのすいません、僕たちは今7月ではありませんので、はい、それもあるんでよく分かんないってところもあるんですけども、はい、まあまあ、ね、まあいろんな意味でだからこのね、あの何でしょう、そのオリンピックっていうものを見直す時なんだろうなっていうのは ね、そうですね、あの改めて感じさせられましたね。はい、はい、まあまあそんな感じの7月3日なんですが、はい、はい、今日は後編でございまして、はい、はい、後編きましたね、はい、はい、プレゼンというか、はい、はい、まあまあ一応私のプレゼンという扱いになるんですけども、はい、前回はシスターケイさんにサマータイム歌っていただいたんですが、はい、その前の週ですね、はい、赤井秀和さんの、はい、インタビューをお送りさせていただいてまして、はい、それがなぜかというと赤井秀和さんが映画ネバギバ新世界という、はい、作品でですね、ダブル主演ということで、はい、はい、上西雄大さんというね、ひとくずという映画で、今ちょっとプチバブルというか、はい、あのちょっと、全国で、ロングランしている映画があるんですけど、はい、まあ、その主演と監督されている上西雄大さんとダブル主演ということで、ネバギバ新世界の、取材ということでお二人にインタビューをさせていただいたんですけども、はい、前回はすいません、私の赤井秀和ファン魂が爆発してしまいまして上西さんに本当に悪いぐらい赤井さんにしか僕は質問しないので上西さんがかなりあのんっていう感じでやってたのを赤井さんがすごい気遣ってあのもう無理くり映画に振っていったっていうね、ラストになってるんですが、はい、はい、そこから引き継いで、ということで映画のお話をではよろしくお願いしますということで監督にもということで、はい、監督にいろいろとお伺いしたんですけど、はい、あのまあ、詳しくはもちろんこのね、あのそのインタビューを見ていただきたいんですけど、そうですね、はい、あの要するにですね、あの何が聞けたかというとですね、うん、なんで赤井秀和さんなんて、あ、はいはい、それはもう僕らにしたらありがとうございますなんですけど、はいはい、なんでなんですかっていうところもそうだし、でこの作品、このネバギバ新世界っていうのが、はい、まあ、どういう作品かっていうのは、まあ、これはもう見ていただくしかないんですけど、うん、ただじゃあどういうコンセプトでこの映画は作られててっていうようなところのお話を、まあ、あの監督から、はい、いろいろとお聞きしてます。はい、早く聞きたいですね。はい、はい、まあ、上西さんも当然ね、あの関西の人なんで、はい、もうやっぱり赤井さんはもうね、なにわのロッキーということで、うん、大ファンでっていうことで、はい、作られた映画ですから、どんな感じになってるのかという、でしかも、ノー NG で乗り切った赤井さんという ね、もうどんな服って思うじゃないですか。だから、はい、ご本人も言ってたんですけど、もうテイク20ぐらい当たり前にやってたって言ってはった人が、はいはい、ノー NG で、なんとこの映画は、1日何時間も巻いたはったということ、はいはい、その映画のインタビューでございますので、はい、皆さん、お聞きいただきたいと思います。まあ、その前に一応これだから僕はちゃんと取材できてるのかどうなのかという、プレゼンということになってますんで、判定員の方をお呼びしたいと思います。はい、はい、それでは判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、はい、はい、ということで、よろしいでしょうか。はい、皆さん、もうなんかねすごいんですよ、
あの今まで実はあの、3人セットしかなんか3セットしかなかったんですけど、4セット目はい、やったー、はい、あの増えまして、彼女も持ってます、みんな持ってます、はい、4つくるくる回ってる感じになってます、はい、はい、はい、ということで、いきたいと思います、はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。今回ね、脚本を書くにあたって、まあ、言うたら当て書きになるわけですよね。なんかその今までの赤井さんの作品とか、あの作品を参考にされたとか、こういうなんか、っていうか、まあ、はい、赤井さんご自身がもう人間的に魅力にあふれてる方だし、関西人にとってやっぱ赤井さんってもうスーパースターじゃないですか。そうですね、自分のやっぱり青春だったり、いろんなものがもう直結されてる方じゃないですか。うんうん、その人のその輝きを真ん中に置いて作品にして、それを邪魔しないように、減らさないように、それを中心に置いたものに本をどんどん寄せて作っていく、そういう本ですね。あ、なるほど。いや、だからあの勝吉というか勝太郎というか、その主人公がドンといて、でそのほとんど揺らがないんですよね。あのラストのあのそのお嬢とのやり取りのとこだけが唯一揺らいでいて、それ以外のところ一切揺るぎがないというか、まあ、その場その場でちゃんと道をパッと見てパッと進むっていうタイプの勝吉が、なんかもう本当に赤井さんがそこにいるというか、僕らのイメージ、勝手なイメージですけどね、はい、ああ赤井秀和やなみたいな感じで、あの最後まで見させていただけたなというふうに思ってはいるんですけど、上西さんの中で、監督の中で、例えば赤井さんといえばこれとか、なんかあれ好きやったとか、なんかそんな、ドついたるねんは僕は DVD 持ってて、はい、さすが、何本か1年のうちに常に何かあれば常に見てる DVD がありますけど、そのうちの1枚です。そう、初期の坂本作品にも通じるような、なんか軽妙なやり取りってあるじゃないですか、関西弁の軽妙なやり取りというか、なんかセリフでもすごい楽しませてくれてるじゃないですか、今回の作品。だからすごいそれをなんか僕はなんか見ながら、あ、なんか生き生きしてる赤井秀和さんやみたいな、すごいそういう感じがしたんですよね。そうですね、例えば今回特に勝吉ですよね。で、まあセリフの中にも悪名っていう言葉も出てきますし、多少ちょっとやっぱ悪名を意識された部分ってあるんですか。そうですね、まあ、僕の中ですごく大好きな作品だし、はい、そういったものがすごいちょっとあれば作品の中に醸し出せればなと思いましたけど、ね、あのセリフでは悪名を背負うっていうセリフがあって、あっ入れてはると思いながら、はい、そうですよね。で、僕八尾出身なんですよ。八尾出身なんです。だから八尾正吉の、で勝慎太郎さんがやってたで勝吉かなとか思いながら見てて、そうです。これあのスポンサーがあの、はい、2人あの、はい、あのダルマの会長、はいはい、上山勝也さん、はい、あ、なるほど、柴山勝也さん、ごめん、ね、勝也勝也、はいはい、あ、で勝也が来たんですね。串勝也やしっていう感じで勝也なるほど。これ押さえたらどっちだどっちか分かれへん、ね、一文字違い、ほんまですね、はい、ほんまや、はい、あの今回の作品で特に上石監督が目指された部分ってどこを一番目指された、先ほど言いました、とにかく赤井さんの魅力を、はい、全然損なわず作品の真ん中に置いて最後まで一直線でそこを突き抜けれるっていうことがこの作品の大事なテーマだったんで、それはもう叶ってると思います。大体冒頭一番最初始まるシーンが赤井さんがサンドバッグって、はい、それはもうどついたるね以来なんですよそこ見るだけでもやっぱり関西人はもう値打ちがあるしそこから始まるっていう、はい、いや、あの、まあ、私もあの全然規模も違うし、あれも全然違うんですけど、まあ、映画も撮らせてもらってるんですけど、僕もあの、なんていうんですかね、関西で作った映画が評価されるようになりたいなってすごい思っていて、でそのなかなかその関西でその映画制作するって難しかったりとかするじゃないですか、まあ、お金の面もそうですし人の面とかでもなかなか難しかったりとかするんですけど、まあ、上西監督といえばあの一くずがあったり、まあ、もちろんそれ以外もたくさん作品撮られてますし、出演もされてますし、もうどんどんこれから関西で撮って、全国を広げていくみたいな
うちのその一つの武器みたいな感じなのかなというふうに思って見させてはいただいてたんですけど、それはあの宇野監督の中ではどんな感じなんですか。まあ、やっぱり僕は関西人だし、やっぱり大阪弁をネイティブに喋れるので、やっぱり大阪弁で の表現する心っていうものが出てくるので、それを関西人がやるってことは大事なことだと思いますね。だからやっぱりもう僕はやっぱり大阪から離れるつもりはないんですけど、そういうふうに映画作りしていけたらなと。これなんかあのどこまででもあのシリーズを重ねていきたいなと思ってますけど、あのそう例えば、まあ、今作だけじゃなくてもいいんですけども、その作品撮られる時の一番のこだわりって何なんですか。人間を描くってことなんです。僕やっぱり昔の映画が好きで、昔の映画っていうのは人間をくっきり表現してるんで、やっぱり僕の作品って人間を描くってことで作品を作るし、人間が描ければいい作品が生まれる。そこにずっと離れずに、だからこれも本当に人を描くってことに、だからいろんな脇役の方もみんなきちんとした人間をちゃんと立てて、人で人を表現するということです。そうなんですよね。実はもうこの作品がおすげえなと思ったのは、そのまあ、ちょい役かもしれないですけど、ちょっと出てきたはる人なんですけど、ちゃんと裏があるんですよね。あのバックストーリーがちゃんとあって、こういう設定の名前だけで登場してるんじゃなくて、実は格闘技の達人やったとか、いろんなその裏がちゃんとあって、それがまた最後に必ずつながっていくように作られてて、はい、あのすごいなと思いながら、はい、見させていただいてたんですけど、はい、あのあと僕すごい思ったのが、あのもう超コテコテの関西弁じゃないですか。あれはやっぱりこだわりですか。そうですね。今あんな風な関西弁喋る人いない。ほとんどいないですよね。でも、うん、あんな関西弁を2人でこう自然に会話としてやってるじゃないですか。そこはやっぱり見ていただきたい。うん、いやそうなんですよね。だから無理に喋ってないというか、軽妙に楽しげに喋ってるから聞いてて楽しいというか、はい、あの最近で言うとね、その朝ドラでおちょやんってやって、うん、あれももう言ったら古い関西弁というか大阪弁を、大阪言葉、京言葉、いろんな言葉を使ってるんですけど、団内とかもまあ小さい時僕おばあちゃんとかから言われた覚えはあるんですけど、自分であんま使ったことはないんですけど、でも意味わかるんですよね。だそういうあの古き良き関西弁みたいなのがすごい詰まってて、うん、ある意味時代が分かれへんねんけどスマホ使ってるみたいな、はい、すごい面白いなと思うんですけど、まあまあ、本当に昭和の映画を目指してるので、はい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 、はい、僕らぐらいの世代の人が見て、あ、なんか懐かしい気がするなって思ってもらいたいというのもありますし、はい、なるほどなるほど、そうですよね。もちろん若い世代の人もその昭和の空気を感じてもらいたいというのもあります。はいはい、はい、いや多分ですね、若い人たちにとっては逆に新しいと思います。あ、なるほど。見てないから、そう、はいはいはい、昭和の痛快作品なんですよ。はい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 、これは本当昭和の痛快なんですね。昭和の痛快を今なかなか映画にする人いないし、こういうのをやり続けるのは僕だけだと思いますけど。ああ、いや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 、絶対これは ある意味その昭和って実はもうすでに時代劇扱いなんですよね。うん。昔僕らが昭和の頃に明治時代は時代劇やったように、うん、もう今令和の子供たちにとっては昭和って昭和時代っていうことなので、うん、昭和時代を感じさせる令和の作品ということで、うん、はい、まあ、これからまたね、自作も含めてどんどんまたこういう作品を撮っていっていただければなと思うんですけど、頑張ります。はい、っていうかもうやっぱり僕はもうあれですね、解散がアクションやってくれたはるのがものすごく嬉しいです。必死でした。必死のパッチ。いやだってあれ結構、晴天の日とかでやってはったりとかする部分もあるから、まあまあ暑かったりとか、その、ね、そういう環境の問題もあるじゃないですか。はい。はい、全然出ないですよ。本当に綺麗も落ちないし、うん、すごいですよ。カメラマンの方がちゃんと撮れてなくて、もう一回もう一回ってなって、うんうん、それでも全然ペースを落とさずに、キレも変わらず最後までアクションをやりきる、素晴らしいですよ、うん、ありがとうございます。いやいやいや、それを余すところなく、撮って、作品にしていただいたということで、
はい、僕らはもうあのスクリーンであの見るのを楽しみにしております。あの赤井さんから一言、ネバギバ新世界、間もなく公開です。ぜひぜひスクリーンでご覧になっていただきたいです。まあそれはもうあの迫力、もうその人情味、その街の匂いを感じていただきたいと思います。ぜひよろしく。ウィンスカンプクラブ、はい、昭和の痛快作品、赤井さんの魅力がもう本当に爆発してます。ぜひ関西人はもう劇場で皆さん全員見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、赤井秀和さんと、上西監督でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで終わりました。はい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 、後編ですよ、後編どうでした、高橋さん。もう参りました。いや、なかなかいろんなこと言わせたでしょ。内容もそうですけどね、はいはい、そのインタビューの動画としても、はい、全然すごいですね。ありがとうございます、はい、ね、私の役目なんでね、はい、取られてしまいましたね。いやいやいや、とんでもない、とんでもない、とんでもない。いやいや、もうあくまでも、もうね、僕はやっぱり今日は、今回はあの赤井さんやからね、もうその思い入れだけで突っ走ってるところはあると思うんですけど、まあ、その意味ではちょっとあの上西さんにはちょっと悪いことしたところもたくさんあるんですけど、はい、まあでもいろんなこと引き出せてたんじゃないかなと思ってはいるんですが、はい、いろいろ言う前にあのさっき一応儀式だけ終わらせとこうか。儀式だけ終わらせとこうか。忘れてたわ。儀式やっとかんとこのコーナー意味ないから、はい、ではということで、参りたいと思います。このプレゼンありかなしか判定。はい、ということで丸をつなぎました。残念ながら丸よ。もう罰用意してたもんな。罰しようと思って。誰罰する言うとったんだな最初。さあ、無条件でも失敗を探して絶対罰にしたよって思ってたのに、すごいな。いや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 、おお、すごかった、面白かった。いや、すごいな。いや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 、すごいわ。いやいやいや、インタビュー見てるみたいな。いやいやいや、インタビューしとんの。インタビューしとんの。いや、ほんまのインタビュー。インタビューしてまんの。ほんまのインタビューしてまんの。ほんまのインタビューする人みたいな。ほんまのインタビューする人。そうやんな。一応あっちにも気遣い、こっちにも気遣い、いろいろ考えながら喋ってもらう。改めて再確認。この人この仕事やったわ。皆さんまだほらあの映画ね見てない方ばっかり、あの高橋さんは見てはりますけど、僕と高橋さんだけ見てるけど他の方は見てらっしゃらないんで、どうですか、こう今日のインタビュー聞いて。めっちゃ見たくなりました、ね、あ、むちゃ見たなった。ネバギバ新世界ってね、うん、はい、でもね一個あって、今回のスポンサーが上山勝也さんと芝山勝也さん、うん、でダブル勝也やから、勝吉になってるっていう話だったでしょ、はいはいはい、ということは串カツだるまがスポンサーなんですよ、うん、だから新世界っていう話なんですね。あ、うん、まあまあ、だからある意味でこれね新世界の、地域映画なんですよ。ネバーギブアップ言ってるもんな。そうそう、あのネバーギブアップ、新世界ネバーギブアップで頑張るぞっていう意味もあの込められてるということなんだろうなと思ってるんですけど、はい、その話は聞いてない。あ、黙った、黙りよった、黙りよった。今悔しいね。ちゃんとそっとしてたいか。マジでいらんこと言うなということやったみたいです。はい、いや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 、まあまあまあ、あのまたね機会あれば、こういう形でね、インタビューさせていただいて、プレゼンをさせていただきたいなと思うんですけども、はい、はい、まあ、今回はこんな感じでございました、はい、ということでした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、はい、では行きましょう。あゆみ、はい、おはようございます。はい、はい、お店の情報は特にないです。自分から言おうか、自分から言おうか。ないです。まあ、はい、YouTube の方をね、はいはい、毎回朝配信しておりますので、はいはい、ぜひぜひ見ていただきたいなと思っております、はい、その中でもね、あのセット商品っていうのもあって、あ、そう、今週のピックアップ商品っていうのね、はいはい、6000円相当の商品を一つにまとめまして、はい、なんと5000円でお安く、はい、あの、はい、皆さん T シャツプレゼントまだ残ってますから。いや、わかんないですよ。いや、あ、まあまあ、この時点ではね、はい、この時点ではね、はい、はい、
はい、残ってるかもしれないので中身はね中身みたい中身は、LMS のエコバッグとか、はいはい、マスクとか、はい、ブラウンスタイリーさんの、はい、マスクとか、はい、いろんなグッズをね、はい、一つにまとめましたので、はいはい、ぜひぜひこの機会にお買い求めください。まあまあまあ、またその時期が向いたら、多分並べて見せてくれると思います。はい、はい、そのうちね、はい、楽しみにしててくださいね、皆さんね。はい、はい、では帰りますはい、ありがとうございました。はい、高橋さん、はい、おはようございます。おはようございます。芸能高橋です。はい、シネマというのをご覧ください。はい、私がシネマコメンテーターこちら映画監督でございますさあ今日頑張って技を見せていきたいと思いますけどね、まず1本目は映画息子です。1991年公開の日本映画ですね。もう監督はもう山田洋次監督ね、はいはい、今年8月は、キネマの神様ですね、はい、公開がありました。これ、まあ、岩手県の山奥で暮らす父親と都会でフリーターをつける息子ことのカット映画の作品で、父親が三國連太郎、そして息子が永瀬正美さん、そうね、はい、まあそれに、関する人が涌井恵美さんが出てるということね。これは第15回日本アカデミー賞やキネマ旬報ベスト10で多くの賞を受賞した作品になります。はいはい、まあ、小熟映画らしい作品ですね。はい、だから今年のそのキネマの神様を見る前にちょっと見ていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。それでは今日はもう山田洋次監督特集です。そうですね、はい、そうです、はい、そして有名なね、寅さんではありません、はい、学校シリーズというのがありますね。これ、4本本当はあるんですね。4本ありまして、1本目のこれ西田敏樹俊幸さんが先生役ですね、はいはいはい、で竹下恵子さんが相手役として出てて、これ松竹の創業100周年記念の、うん、になってますね。はい、はい、ございます、はい、これが11月3日、1993年に公開されました、はい、これもアカデミー賞とか絡んでますね、はいはい、そして2作目が、1996年に撮りまして、これもまた西田敏樹さんがそのまま、はい、続投しまして、はい、船吉岡さんですね。でこれにも永瀬正人さん出てて、はい、で石田亜美さんも出てるんです。この時ね、試写会行って、西田さんと吉岡さんと石田亜美さんの舞台挨拶、うん、はい、おー、はい、素晴らしい、拝見させてきました。だからこれだけ、あのね、2だけね、うん、パンフレットがなかった。何や誰かなかったですね。はい、で、そして3が1998年に公開されまして、はいはい、これは、自閉症の息子を持つ、はい、シングルマザーの話が中心になってます、はい、そして大竹しのぶさん、そして一時入った黒田祐樹さんね、また来ましたけど、テレビで連行ドラマで人気があったの物語になってます、はい、そして4になってから、これですね、4になってからですね、はい、学校4なんですけど15歳という題名がつきました、はいはい、この作品は学校が舞台ではなくて、うん、全国各地でロケをメインにするロードムービーになってますね、うん、はい、まあ、学校行かない少年が、横浜から鹿児島まで行くっていう中で、まあ、いろんな方とお会いするということなんですけど、これに、はいはい、赤秀和さんが出てるということで、今日はそのためにこの流れでございますよ。なるほど、ね、言わなかった思ったのが、はい、なるほど、そういうこと、はい、私の技でございます、はいはいはい、そんな感じですね。ぜひともあのちょっとこのネバギバ見る前に、はい、あの見ていただきたいなと思いますけども、はい、これ、あ、感動もしてますよね。あ、出た出た出た、これ。インタビュー行った時に、はい、これ僕ももらいました。赤井さんの奥さんに。ね、こっちからこれ。これね、赤井さんの奥さんが毎朝撮ってるお花の写真なんですよ。はい、で、ところがね、うん、この中で一マスだけ赤井さんの顔があるんです。これ、こういうところ違うんですよね。そうそうそう。いる場所が違うということです。これもう非売品で、はい、非売品で。こちらからね、プレゼントをあげないといけないのに、逆にもらったという。あれもうほんまもらった瞬間にしまったと思ってる。ね、はい、ということで。はい、でまあ、今日は監督の、インタビューを動画で、はいはいはい、あの皆さんご覧いただきますけども、はい、上山正樹の方では来週ですね、はい、7月、4、11ですね、はい、に、赤井秀和さんの、はい、高橋バージョンの、はい、声だけですけども、はい、インタビュー放送させていただきまして、はい、上井さんとは電話中継でやるというね、ちょっと監督に対抗してしまいました、ね、でもまあ、 はい、この番組と IR で、はい、ネタに関して世界ね、はい、あの場でね、そう本当に言うてたのに、はい、爽快の作品なんで、はい、ぜひとも昭和の痛快作品です、うん、関西は特に見ていただきたいと思いますので、はいはい、それで応援したいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、いや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 、もうなんかね、このね、後編をね、あのリリースできてやっとホッとしてますやっとホッとしてます。もうなんかね、
やっぱね、その何でしょう、僕は小さい時からね、本当にあのテレビの向こうにいらっしゃって、はい、で憧れてた人が、まあ、あの20代の後半ぐらいで一回ちょっとニアミスするんですけど、はい、あの何はともあれ赤い手数ね、僕の職場に来られて、はい、何でか知らないけどずっと僕社長の後ろに立って別に映ろうと思って立ってました、はい、映るかなと思いながら結構見てましたよ。あ、本当ですか。見てる可能性ありますよ。あ、あのね、第3ビル特集の時にちらっと入ってきてあったんですよ、はい、大阪駅前第3ビル特集っていうのがあってね、その辺の飲み屋とかいろんなところバーって回ったはる流れの中で、もうすぐ組んで、もうすぐ組んでって言いながら、ほんまはメインのインストラクターとかも並べたかったはずなんですけど、はいはい、その時ちょうどインストラクターがあの、ね、レッスンかなんかやってたのね、だからあのいなかったかなんかで、でしょうがなく僕後ろ立ってるみたいな感じそう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 、はい、まあまあそんなこともありました、はいはい、そんなこともありました、はい、まあまあだからそういう人がね、まさか自分の目の前でその映画について語っていただけるとか、僕の質問に答えていただけるとか、すごいすごいことやなと思うんですよね。だからあの本当になんか、全然違うけど、あの淀川長司さんが、中原さんがあのチャップリンに追って喋った時のなんか感覚に、いやまあ全然違うやろうな全然違うやろうな、また違うやろうな、違うやろうけども、まあまああの自分的にはそれぐらい、はい、あの気持ちがこもってたという感じの回でございました、はいはい、また皆さん見ていただいていろんなご感想をいただければなと思います。そうですね、はい、こんな感じでですね、また、次回も次回も、いろんな人に、ね、来ていただいたりとか、はい、取材させていただいてお送りしていきたいと思いますので、まあ、できたらねこのねスタジオで、のお話聞ければ一番面白かったりとかするんですけど、はい、実はもう一つね、あの関西のあの今年の夏に公開される映画の、はい、監督をちょっとお呼びしてはいるんですよ、はい、はい、今月お楽しみにしていただければと思います。はい、なんかねキャスト連れてくるかもしれない、誰連れてくるのか分かりませんけども楽しみにしておいていただければと思います。はい、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。はい、また来週。